どうも、ボブチャンネルです。いつもご視聴ありがとうございます。本日もお酒飲んでみたシリーズやっていこうと思います。今回で237回目でございます。2022年もよろしくお願いいたします。今回で我々いただくお酒はですね、蝶屋から出ております、ザ・蝶屋銀座バージンナ梅酒カクテルでございます。 ーこちられがなんか難しいお酒みたいでですねジュニパーベリーとかいうジンのもとみたいなやつこれを親戚性にしてそこに梅酒を足したみたいなやつなんですねまああの町屋の方で出している、えー、の梅酒のバーがありましてそこでなんか出してるのをなんか監修したんだかなんだか、えー、なんか難しいお話ですけどもこれなんかあの 南関東となんか静岡とかあの辺、ね、新潟とかその辺の地域限定数量限定らしいので、えーまあ、もしお近くで水かけたら、まあ、購入してみていただければと思いますちょっとお高いですけどもね、はいえーでまあ、もう早速飲んで、えー、言ってみようかと思いますああ、こう来ましたか。 あの見た目の中身は、まあ、梅酒なんですけどもあの甘くない梅酒っていうんですかねあのジンの感じがいまいちあのちゃんと言えるかどうかがあれなんですけどもすごくドライな感じの梅酒の飲み物ですねちょっと梅酒ともちょっと違うのかなという感じはしますけどもこれはすごくなんか大人みたいな感じですよね <laughs> なんか女性向けっていうよりはなんか大人の人向けまあ男の人向けってわけではないんですけども大人の人向けみたいな顔確かにあのカクテルグラスかなんかで出されるとなんかいけそうな感じがしますよねはいあこれはなかなか珍しいタイプですねこれは一回飲んでみた方がいいと思いますはい以上でございますご視聴ありがとうございますチャンネル登録高評価低評価コメントなどよろしくお願いいたしますまた次回の動画でお会いしましょう。